ですけれどもね。さあそして今カーナンバー2番が復活、武藤秀樹が復活、ジェンソンバトンに幅寄せだ。しかしここはジェンソンバトンの後ろ、そしてストベルバンドを先に行かせまして武藤選手トラブルからここで一つカーナンバー2番が戦列復帰。さあ道成亮が先頭を走っておりますけれども、ジェンソンバトンとストベルバンド、マクラーレンホンダの2人がですね、いよいよ接近してまいりました。先輩のジェンソンバトンはストベルバンドに、さあいよいよですね、来シーズンへ向けてバンドーン、グッバイバンドーン、その何かご挨拶みたいなですね、ファッシングを見せていくんでしょうか、どうなんでしょうか。いやー、この今ストベルバンドーンとジェンソンバトンの6番がピットに入ってまいりました。今カーナンバー6番の道上選手がピットに入りました。これから北越光大選手にドライバー交代、残りの5周。カーナンバー7番のドライバー交代です。ジェンソンバトン選手から中島大輔選手にドライバー交代、残りの5周。